おはようございます。ついに今日は九州甲子園の日です。早起きしたのでちょっと早めに時間を、出てちょっと早めに時間を取ってちょっと早めに久々だな、福岡ホテル迎えます。ノック撮ってる。みんなやってるじゃん。なんかせっかくだしで撮ってきたんですよね、行く前に。今から福岡に行きますみたいな。ね、撮りますよね、そういうの、ね、新幹線だったんで寝てて気を失ったというか。あ、もうすごいとこ入るすごい。福岡最高やな。早い早いよ。まだ来て10分ぐらい。道端でタックルって捕まんないから普通。鼻炎起こしたんで、ね、着く早々鼻炎の薬新幹線買いました。もう収まったんで良かったです。あれだからもし誰かがハウスダスト発症したらどうぞお使いください。あ、一応薬持ってきたんで、ロキソニンとか。はい、はい、お薬は食べれなかった。違う、いや合ってますよ。こっちじゃない。今から食べます。いやいいね、いいね。じゃあ何しに来たか。旅行しに来ました、九州に。乾杯。水道水です、これ。美味しそう。美味しそう。みんな、俺もそういうふうに言えばよかった。嘘でしょ。ウーロン茶より輝きが違うもんね。嘘でしょ。交換しますか。色ついてない方がいいな、俺。渡すとき水道水ですって言われたの初めてな、人生で。ニラピラミッドが出る。すごいよ。ちゃんと収まるのかな、鍋に。確かにちっちゃくなるイメージだから。収まるんですかね。今日も朝からお風呂入ってさ、よし今日も気合い入れて頑張るぞっていう感じに、ね、雰囲気みんなしっかり漂ってますということで、ね、ちょっとした軽食を買ってこれから大会会場へ向かいたいと思います。頑張るぞ。ジャンキャンの練習をお願いします。そう、ジャンキャンね、マジ臭いよ。これ次の練習をオンラインじゃないとできないんだよ。いや、試し打ちなら。おお、こっちの射撃練習場あんまり使ったことなかった。うん、あんまり行かないですよね。もうね、ずっとデュエルの使い方勘違いしてて、うん、例えばこうやって追いかけようとしてこうやってやるとすぐその視点一つ、なんていうの、二つになっちゃうんだよね、動いちゃう。うん、そうですね。追いかけようと思っていてもこうやっちゃってたから。ああ、二つに割れて乱数で当たらないみたいな状況が。そうそう。 でもこうジャンキャンのね、リズム、おお、綺麗な。難しいんですよね。でも上手い人多分小ジャンプと大ジャンプ使い分けてるんで、うん、だろうなって。おー、うまいうまいうまい。会場へ向かいます。ありがとうございます。今流せて、はい、生々しい会話をしてます。映してしまいました。割り替えからね。これ松尾さんがカツあげてるわけじゃないですよ。僕も先やられました。あら、同じく。助さんからちょっと多めに。悪いな。ひどすぎね。
お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。乾杯。旅行しに来ました。うまいっすよ、これ。おー、飲みやすい。しずく。うまいっす。まろやか。美味しいっす。飲みやすい。飲みやすい。なんか、やばいっすね。芋って感じがしない。危ない。危ない。うん、飲みすぎちゃう。ごめんなさいごめんなさい。うまそう。全部自分のものと思っちゃう。うまそう。つくね。つくねと水炊きでーす。つくね。つくねと水炊きとマスオさんでーす。イエーイ。家に帰ってきました。博多から家に帰ってきました。久々に。猫ちゃんとの対面をします。あいつら覚えてくれてるかな。久しぶりだ。よいしょ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 。ちこむ、トムがいる。トムがいるぞ。トム、トム、なんかそうでもないか。トレちゃん、高田さん、高田さん泣いてくれてる。高田さん、高田ちゃん、水炊きレバー初まぶ、あ、ー、うん。